ど満たそうと鶴瓶を落としたら井戸の中で神様が泣いていた。配信を見てくださった皆さん、本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、今日はね、やっとね、今日楽しかった。自分でやっとなんか何か掴んだのかな、掴んでないのかなって。それが分からないんで。で、この3人でやらせてもらったライブ、12月の3日までアーカイブを見れますので、どうぞよろしくお願いしますっていうことですので、よろしくお願いします。どうも小作人です。どうもよろしくお願いします。下級国民です。よろしくお願いします。下級国民ってよくない。